第40回七かまど賞三津高島で見事勝利、工藤アスジョッキーです。おめでとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。お見事なレースでした。はい、牝馬20年ぶりの制覇ということでしたけど、いかがでしたか？そうですね、やっぱり強いですね。はい、今日に向かっての状態などはどうだったんでしょうか？まあ、状態はね、まあいいよっては先生に聞いてたんで、はい、レースは道中一戦の激しい展開でしたけど、どうだったんでしょうか？まあ、僕の考えでは先手取って、あと馬と喧嘩しないようにまっすぐに走ってくれれば、まあ結果がついてくるんじゃないかなと思って、それだけ考えてました。馬込みっていう感じではそんな気にならない、はい、ある程度先行しちゃったんで、あとは、馬と喧嘩しないで障害をうまく上がれば、あとはなんとかなるのかなと、それだけ考えてました。はい、その第二障害はいかがでしたか？まあ、第二障害もスムーズに降りて、まあ、手応えも良かったんで、はい、先頭で降りてきました。はい、ゴールまでどうだったんでしょうか？まあ、あとゴールギャーはね、やっぱり接戦、ちょっと接戦になったんで、気は抜けないで一生懸命頑張りました。20年ぶりの牝馬制覇、本当に大物感を感じる牝馬ですけど、どうでしょう？そうですね、それはあると思います。今後の期待感というのはどうでしょうか？まだまだ強くなると思います。はい、さて、万栄競馬シーズン半分が終わりました。はい、ここまで今年はいかがでしたか？まあ、それなりに頑張ってます。シーズン後半に向かってどうでしょう？はい、まだまだこれから今以上に頑張ります。はい、はい、では20年ぶりの制覇をいたしました工藤ジョッキー、はい、最後にファンの皆さんに一言お願いいたします。はい、これからも頑張りますので、ミス高島ともども応援よろしくお願いいたします。おめでとうございました。工藤アスジョッキーでした。以上をもちまして第40回七かまど賞の表彰式終了いたします。関係者の皆様、おめでとうございました。